こんにちは。今回のチャレンジはこちらになります。出ましたね、ペヤング極激辛の新バージョン。なんで出すかな泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の、まあ、十分ご注意くださいと。はあ、前回極激辛食った時やばかったっすからね。まあ飲み物なしじゃ倒せないでしょう。いただきます。いただいてみたいと思います。まあ、前回と同じでね、麺とかこの辺は普通のペヤングですよね。特に何でもないんですけど、やっぱ問題はこれでしょうね。何したらこんなに辛くなるんだっていうレベルで辛かったですからね。あの時もう食わないって言ったんですけど、新しいの出ちゃえば食うしかないでしょう。あー怖い、すげえ、なんかちょっとドキドキしてるんですけど。やばいな、きっと。では問題のブツを。怖くてなめらんねえこんなの。お、見た感じ普通のソース、カレー、あ、カレーの匂いするな。あ、カレーとともに刺激臭ですね。なんかもうすでに汗かいてるんですけど、冷や汗かな。あー、カレーの匂いする。ただね、前回の極激辛もそうですけど、そんなに辛い匂いは、辛いなんか感じをさせないんですよね。あ、バスタオル用意しとこうか。バスタオル？タオル？もちろん飲み物も用意してあります。こんなん無理です、飲み物なしで。ではいただきます。まあ一気に食えば楽なんでしょうけど、それはもったいないのでゆっくりいきますよ。当然、まあ、普通にゆっくりというか。食べれない、あれ、
バカ野郎、なんだこれ。やっべ、いたたたた、回復アイテムが凍ってて食えない。まだまだあと3分の1ぐらいです。死ぬ。はあ、いやー、やっと回復してきましたよ。牛乳だけじゃ無理っすね。一番いいのは多分これでしょう。スーパーカップみたいなバニラのアイスがあれば、まあなんとか回復しながら戦えるかなっていう感じの辛さですよね。また痛い。ああ、生クリーム癒される。皆さんも挑戦する方はちょっと回復アイテムを忘れずに用意しましょう。ご視聴様でした。